はい、どうもエナジー福田です。今回はバス釣りで一番多用している最強のルアー回収機レスキューロボのセッティングと実際の釣り場での回収方法、苦手な根掛かりについて分かりやすく話していきますんで、ぜひ最後までご視聴ください。このルアー回収機を持っていれば根掛かりしても回収できますし、バスって障害物付近にいることが多いんで、安心して障害物ギリギリを狙うことができ、結果としてバスが釣れるようになってきます。まず準備をやっていきたいと思います。レスキューロボは糸付きでも販売されてるんですけど、その付属している糸だと少し強度不足になってしまいます。なのでレスキューロボ単体で購入してください。次に糸は竿巻き糸の3号か太めの PE ラインを用意してください。太い方がフックかスプリットリングを曲げて回収できるようになります。今回の PE ラインは20号で80キロあるんで、これより細くても回収はできるんですけど、引っ張る時に手に食い込んで痛いんで、できるだけ太い方が使い勝手が良くなります。そしてその糸を巻き取るためのリールです。ランドリーリールが500円と安く、丈夫で使い勝手が良くおすすめです。このラインスプールのままでも一応は使えますが、ランドリーリールある方が便利になります。次はこれらをセットしていきたいと思います。まずレスキューロボを少しチューニングしていきます。買ってすぐだと先端の U 字になっているところの隙間が大きく、ラインが外れてしまうことが多いんで、ペンチを使ってこの U 字を少し潰してあげます。よいしょ。少しずつ潰して調整してってください。あんまね、一気にギュッとやると今度広げるのが大変になるんで、僕は太い糸を使う時が多いんで、これぐらいの隙間までペンチで潰しました。次にランドリーリールを開けます。はい、でこの中についてる糸は使わないんで切って捨てちゃいます。はい、全部外しました。次にこの糸をユニノットですね、輪っか作ってこの中に3回ほど通してキュッと結ぶと、この輪っかをリールにつけて引っ張って、はい、固定します。余りを切って、で本体に戻していきます。でここちゃんと出すようにしておいてください。で蓋をセットします。次は糸を巻いていきます。でこの時どっちに巻きやすいか自分でやりやすい方で巻いてください。まあ、リールを巻くのと同じ向きに巻いていくといいかなと思います。こんな感じで回収した糸を巻き取るのがかなり快適になるし、このね、中に糸固定されてるんでバラバラなったりしないんで、めちゃくちゃ便利になります。はい、全部巻き取りました。そして糸をレスキューロボに結んでいきます。この頭の大きい輪っかの方ですね、まあ、この時 TN ノットっていうノットが結束強度が落ちないんでおすすめです。藍の中に3回通して輪っかが2個できるんで、それを整えて、ちょっとこれ先端をその2つできた輪っかの中に通します。そしてゆっくり輪っかが重ならないように締めていきます。こんな感じです。であと余ったラインをハーフヒッチで、まあ、ほどけないようにですね、なので上下にしなくてもう片方だけで糸がなくなるぐらいまでやります。10回12回ぐらいはやっといた方がいいかなと思います。そして最後はエンドノットですね。結構ね、糸が太くてほどけやすいんで、ここね締めた後しっかり引っ張って、そして余り端を気持ち長めで残します。でライターで炙って大きめのコブを作っておきます。はい、こんな感じでコブ作っておけばほどけなくなります。ではこのレスキューロボ使い方を紹介していきます。まずね、今足元にメタルワイプが引っかかりました。でおかっぱりの時斜めに引っかかると思うんで、ちょっと横に移動しました。でまずねラインを少し出して、メインラインを手前に近いところに寄せます。そしてレスキューロボのまずこっち側上の方をメインラインにセットします。この隙間に通してあげる、こういう感じです。そして次にレスキューロボ先端に逆 U の字みたいな引っ掛けるとこついてるんで、そこに反対側をつけます。2点でセットするような感じですね。で次に落としていくんですけど、そのままストンって落とすと手前の方が外れてしまうんですよね。なのでロッドで少しテンションをかけながらゆっくり、あ、今ちょっと外れてみますね。ボヨンとか弾いたりしないようにですね、ゆっくりとテンションをかけながらスルスルと落としていきます。ちょっと今ライン巻いてるの違うんですけど、同じやと思ってください。こういう感じでスル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 と落としていきます。この時ロッドはしっかり張ってテンションかけておくと落ちやすくなります。
でしばらく落としていくと、まあ、ルアーまで到達するまでですね、はい、今到達しました。到達すると、まあ、回収機が落ちていくのを止まるっていうのもありますし、ロッドの方にガツンと当たった感じが伝わってくるんですよね。で1回で引っかかる時もあるし、引っかからなかったらちょっと上下させます。ラインを張りながら回収機をちょっと引っ張って落とす、ガツン、ちょっと引っ張って落とす。あ、今スナップ引っかかりましたね。スナップ引っかかったら回収機の方のラインは絶対テンション落とさずに、今回素手でやるんですけど、グローブとかはめてやると手が痛くなくて安心です。この状態からグイッと引っ張ります。そうすると今、あ、ラインですね、ブチブチとちぎれてます。はい、外れました。外れたらすぐリールの方を巻き取ります。そうするとこんな感じでルアーが回収できます。今回はラインのゴミだったみたいですね。これに引っかかってたみたいです。こっちが曲がってますね。針曲げて回収することがあるんで、針のチェックと、あとラインの結び替えは必須です。そしてルアーを外した後はこの回収機のラインを巻き取ります。回収した時に一緒についてくるゴミですね、これは釣り場に捨てずにしっかり持ち帰るようにしてください。そしてレスキューロボが苦手な根がかりですね。この先端でスナップを掴むか、本体の重さでルアーをガシッと押し込んで回収する製品になります。なのでルアーが岩などに挟まっている時はレスキューロボがそこまで到達できず、スナップを掴めないんで苦手になります。あとは遠投した先での根がかりはレスキューロボに限らず、こういうラインに乗せて届けるルアー回収機は使うことができないです。なので遠投先で根がかりが多い場合は、根がかりしづらいルアーを使うか、ラインを太くしてフックを曲げて回収できるようにするようにしてください。以上、ルアー回収機レスキューロボのセッティングと使い方でした。皆さんもぜひ釣りに役立ててみてください。